皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、夢は明確にイメージすれば叶うということについてお伝えしていきたいと思います。まあね、よくお話に聞いているような内容かもしれませんけれども、こういうふうにね、したいとか、こんな自分になりたいとか、そういう時には例えばそれを紙に書いて壁に貼って、毎日それを見たり口で実際に言ってみるとかね、そういうのって あるっていうのはよく聞いたことあると思うんですよ、うん、で実際に私も書いてやってみたこともありますし、あとはまあ書かなかったとしてもですね、それを忘れないで覚えておくっていうことをしたりすると明確に叶う場合もあります。ただ、まあ、私の場合にはさらにもうちょっとその力を強く使っているので、まあ、例えばですね、実際にまだそれがそうなっていなかったとしても、そうなった前提で話を進めるっていうのはよくある話です。例えば本の出版なんかまさにそれで、本を書いていない時点で本を出版すると決めた時に、私最初にサインを作ってます。それは本を出版した時にサインするイメージがあったからですね、はい、ですので、結果2年後にね、本は出版してるんですけれども、その本も、企画書がね、通る確率っていうのは当然あるんですが、本にもうなるっていうか、するっていうか、できてるイメージの方がものすごく膨らんでて、出版記念パーティーとかね、本が出てなくても出版記念パーティーとか日付とかまで決めちゃってるんですよね。そうするともう本って出るしかもうない状態になっているっていう状態で、大概企画が決まったり本が出ていたりとかしています。3冊ともそんな感じでした。で今4冊目の企画書とかね、書いてますけど、この本も出ると思ってます、はい、なので多分本は出ます。そんな感じで実際にですね、口に出して人に伝えたり言ったりしていると本当にやっぱり現実になります。おそらく言ったことによって自分自身のコミットメントが固まるんだと思うんですよね。だから、そのコミットメントが、ね、固まるっていうことで、実際にそれを叶えていく力がね、やはり強くなるんじゃないのかなってふうに思います。だから夢は明確にイメージすればもちろん叶うんですけれども、叶うの力をもっと早く強くしたい場合には、口で人に伝えてみる、こちらが非常に有効かなと思います。夢を人に伝えると笑われるとか、そんなのできっこないって言われるのが怖くて言えないっていう人いるんですけれども、まあ変な話ですね、夢を口で言うだけではですね、死んだりとかしないですよね。命は取られないですよね。バカにされたからってなんか困ったことありますかっていうことですよね。だってバカにした人には自分の人生の設計図とかそんなのなんてわからないし、その人にはその人の生き方があって、干渉する筋合いもないし言われもないっていう感じですよね。だから思い切ってね、自分がしたいようにすればいいし、やりたい夢を口に出して言っていくっていうのは全然いいことだと思うし、仮にね、あなたの夢が自分にとってね、こういやいまいちだなって思う夢だったとしても、私一人だけはあなたの夢を全力で多分応援すると思いますから、ぜひ前に進んでみて頑張ってみてください。それでは。